こんにちは、マリサです。こんにちは、霊夢です。簡単中国語です。マリサさん、今日は誰ですか？今日は後漢時代の第六代皇帝、劉皇（括弧安帝）です。はい。どんな方ですか？もともとは第三代皇帝の昭帝の皇太子とされていたんだけど、残言により廃されていたんだ。後漢の宮中は権謀術数が渦巻いていますもんね。そして第五代昭帝が2歳で死去すると、13歳で皇帝となる。どちらも若いですねー。この頃、第四代は帝の皇后であった当氏一族が朝政を運営しており、その支配は安定即位後も続いたんだ。外戚怖いですねー。逆らったら即暗殺ですねー。ちなみに安定の時代には、和国から国王推奨の使者が来ているよ。それは面白いですね。そして安定21歳の時に延嗣を皇后にするんだ。めでたいですねー。この延嗣は容貌も美しく利発であったため、安定から寵愛を受けるのだけど。はい。王子を産むことができなかったんだ。そうなのですか。残念ですね。そして嫉妬深くもあったため、安定との間に王子を設けることができた他の皇妃を、殺害してしまうんだ。おいおい、さらっとする話が、暗黒すぎるよ。また安定26歳の時に、朝廷を専権してきた党大公が死去したため、安定が新政を始めることができるようになったんだ。やっとですね。26歳までよく耐えましたね。生き延びられてよかったです。しかし安定は32歳の時に、狩りに出かけてその旅先で突然死んでしまう。若いなぁ。それに旅先って死に方が不自然ですよね。暗殺の可能性高いなぁ。多分そうですよね。暗黒の宮中なので、真相はわからないですが、皇帝が若くしてバンバン死んでいくって怖いですよ。異常ですよね。そうだと思います。今日の話はこれでおしまいです。それではまた。またまた。